健二です。こんにちは、健吾です。本日ですね、走り納めに来ております。来ております。はい。で、今回はあれですよね、今年のそのいろいろあったことをね、振り返っていこうっていう動画。そうですね、まあちょっと短めにね、はいはい、コンパクトに振り返っていきたいと思います。それでは行ってみよう。動画上げさせていただきましたが、はい、ランキング表彰式ですか。ランキング表彰式、はい、ね、ランキング3位を獲得しまして、いや本当にありがとうございました。全日本の初優勝もそうだし、まあ噛み合ったレースもあって、なんかあれはでも本当筑波についてはもう本当完璧なレースだったなと思うんで、なんかもうお腹いっぱいっていうか、本当にあの体勢の中でもよく優勝できたなってやっぱ思うんで、本当皆さんに感謝ですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いやもうね、だってまあ言ったって、まあずっと上でこう調子よくずっとっていう感じでもなくて、シーズンの中でちょっと浮き沈みがあった全日本のシーズンだったと思うんですけど、まあタイヤからの、ね、乗り換えが結構難しい部分があって、最初の茂木と須郷はなんかこう空回りしてる感というか、気持ちだけ前に行っちゃうようなレースだったんですけど、まあでもその後ね、もう筑波の初優勝だからもう常にトップ争いにはいられたんで、まあ、流れっていうのはやっぱ大きいなと。筑波優勝してからって4レース中3レース俺パスで進んでる、速さっていうところは見せられたと思うんですけど、こうレース中のね、そのまあ、タイヤのマネジメントだったりがやっぱりこうなかなか安定しなかった、まあ、ここがやっぱちょっとプライベート感を隠しきれなかったところかなって思うんですけど、本当トップチームはねしっかり合わせてきて戦ってたんで、まあそこですけど、まあ今年は100点の年だったなと思います ね、 そ う、 ですね、うまく、はい、まあそんな感じで本当全日本の方の応援ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんの、ね、お声掛けだったり、全日本なのにケンジさんに差し入れ持ってきましたって本当めっちゃ嬉しかったです。今回ケンジさんいないんですかって最終戦の時すげー言われた。あ、本当ですか。すげー言われた。で逆にもう北ショートのちょっと知名度が低い確かにね、そうかもしれないですけど、じゃあまあ次行きましょう。はいはい、次は私のね、昨年に引き続きツイリング茂木の北ショートで行われているレースにね参戦したんですが、去年からずっと言っているね、私たちずっとこう NS でっていうね、掟を今年ねついに破りたい。そう、 NSR にね手を出してしまうという年になったんですが、本当にね、モテキタ兄貴も小さい頃から出てるんですけど、兄貴も勝ったことがなかったんですよ。長岡で初めてね勝つっていうことがモテキタでできて、なかなかねいい年になりました。素晴らしいです、はい、本当にね、タイムも本当満足できるぐらいのタイムだったと思うんで、気になる人一回ねミニバイク持ってる人行ってみてください。44秒がどれだけ速いか分かると思う。あ、本当にそうかもしれない。もしかしたらやっと関西とかのトップの人が来てやっと4秒に入る、そういうレベルなんですよね。ちょっとね一癖ぐらいだけどあるサーキットなので、ちょっと走ってみると面白いかもしれないですね。ぜひですね走りに行ってみてください、はい、でまあま、はい、頑張ってくれると思うので頑張ります。はいはい、まあ、あとはじゃあまあね、ここまで、まあ、メインは振り返ってきたんで、はい、ちょっと手短に行きます。まあ、時期的に言ったらまず8体 SST 優勝ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。そして9秒台やったー。なかなかね踏み入ることのない9秒台、そうですね、SST 車両でっていうところが大きかったですね今年は。はい、まあそうですね、もう本当に勝てると思ってレースやってたんで、本当その通りの結果になってすごい良かったと思います。まあね、相方で流星もね今年初参戦なんですけど、まあこう慣れない戦士しながらね、まあ頑張ってくれたなと思うんで、はい、良かったですね、はい、あれは勝てて本当にもう激戦だったんですよね今年も。 SST は激戦でした。まあいろいろハプニングだったりとか、自分たちもね着実に進めていって、で掴んで優勝だったので、ね、本当に感動しましたね。あれは本当にネックスレーシングのですね皆さんにも感謝で、でまあ全公開にもね私今勤務しておりますが、はい本当にありがたい環境でやらさせていただきました。いや
本当にありがとうございました。はい、まあそして最後にですね、もうなんと言ってもね、今年はもうスーパースポーツ走りましたから、みんな忘れてないよね。忘れてると思うポルトガルの方にね行きまして、非常にねこういい刺激をいただいてきました。日本だとねやっぱ順位だけしか見えないんで、ちょっと残念だなって思ってくださってる、ね、方もいるかとは思うんですけど、現地ではですね、いい仕事したねっていう風に、まあ、評価もしていただきまして、ライディングスポーツね読んでくださった方はご存知かもしれないんですけど、まあ、イタリア選手権だったり、まあ、その走ったチームから世界選手権このチームでどうだみたいな、そういうお話もあったんですけど、私自身、多分まだ日本でレースやってた方がね、私がやりやすい環境っていうのもねあると思いますんで、安心してください、来年も日本で走ります。いやー、そんなところでですね、あれはすごいいい経験になりまして、まあ、バイクももうほとんどノーマルみたいなバイクでですね、結構まあきつかったはきつかったんですけど、本当にまあその中でどう出し切るかっていうところはですね、いい経験になって、まあいつも通りの感じで走れましたんで、はい、あれはすごい良かったです。あとご飯が美味しかった。本当にねご飯が美味しいんですよ、あれが。そこからボンジョルの景色が生まれてるわけなんで、いや本当にご飯、美味しいご飯がね食べたいがためにね、いろんな言葉を覚えてね、シェフとコミュニケーションを取るっていうね、最高。はい、ということでね、今年1年のことを、まあ、ざっとですが振り返ってきましたが、いや、まあ、さっきもね言ってたけど、やっぱ今年は100点ですね。我々兄弟にとっては100点の年です。はい、本当に今年ほど濃かった年はないんじゃないかなと思うぐらいの年でしたね。はい、良かったです。来年については年明けてから動画出しますんで、はい、ぜひそちらをご覧ください。ご覧ください。今年も1年ありがとうございました。ありがとうございました。本当に2019年も頑張れと言ってくださる方はですね、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援してください。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。